伊達だミュージック。伊達市立東陵中学校吹奏楽部にお邪魔しました。それでは、本日ね、東陵中学校の吹奏楽部部長さんにね、お話をお伺いしてみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずパートは何になりますか？トランペットを担当しています。はい。演奏して楽しかったことなどありますか？楽しかったことは合奏などで音の入りや強弱がはっきりしてみんなで揃えたことです。今後の目標などを聞かせてもらってもいいですか？大会やコンクールなどが控えているので、そのコンクール大会に向けて一生懸命練習したいです。はい、わかりました。コンクールは、何月開催になるんですかね？コンクールは7月くらいになります。じゃあ今その目標に向かってですね、はい、皆さんは音楽は好きですか？大好きです。はい、わかりました。先生は厳しくないですか？先生は厳しい時もありますが、面白いところもあるので。わかりました。じゃあ最後になりますが、視聴者の皆さんにメッセージの方お願いしてもいいですか？コンクールや大会が迫っていますが、私たちは一生懸命練習取り組んでいるので、ぜひ応援してください。
ちは8月3日土曜日のありがとうコンサートに向けてポスター制作中です。初めての部活でポスター係をしています。初めてなので不安はありますが、先輩の皆さんが優しく教えてくれます。コンサートは初めてなのでドキドキですが楽しみです。大会もあるので、それまでに早く先輩たちに追いついて、先輩たちのようにうまく演奏できるようになりたいです。ありがとうコンサートは8月3日土曜日午前10時、保原小学校講堂で演奏します。ぜひお越しください。8月にですね、コンサートがあり、そこでね、東陵中学校の吹奏楽部の皆さんのオリジナル T シャツを今作られているということなのですが、はい、どういった T シャツになるかちょっと教えてもらってもいいですか？表のデザインは金管、木管、打楽器の3パートを表し星で表しました。で、後ろのデザインは聴いている人に曲を演奏する大変さを知ってほしかったので、このデザインにしました。はい、今こちらあの先生ですもんね。はい。じゃあ当日は、色などは決まってるんですか？もうデザイン黒、生地の色は黒で作ります。服のって難しいんだよ。はい、その通りですか？はい、わかりました。じゃあこういったね、当日こういった T シャツ見るのも楽しみの一つかもしれませんね。はい。じゃああれですか、指揮者の先生もオリジナル T シャツは着られるんですかね？多分あ、そうですか。じゃあぜひね、コンサートの時にね、こうした T シャツも見ていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。顧問の津村先生にもね、少しお話をお伺いしてみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。先生から見た、子供を指導するにあたり心がけてることなどありましたら教えてください。何点かあるんですけども、1点は主体性が持てるように、つまり自分でいろんなこと行動ができるような生徒を作っていきたいと。これから、中学校を卒業した後にもいろいろな社会で活躍できるような、生徒を育成したいというふうにこう考えております。また演奏面では、基本を大切にして、それ綺麗な音が出るように、一人一人を教えています。はい、わかりました。じゃあ、こちらの映像をご覧になってます視聴者の皆さんに、メッセージの方お願いしてもいいですか？はい、私たち東陵中学校はこのような活動をしておりますが、伊達市には、たくさんの中学校があります。そのたくさんの中学校もいろいろな活動をしておりますので、視聴者の皆さんも各学校を応援していただければというふうに思っております。よろしくお願いします。